岸田首相、インボイス制度は増税ではありません。に対する世間の反応。確定申告を終えた今、改めてインボイス制度は大増税だと実感した。スタック細胞はあります。思い出した。嘘を堂々と言うな。増税だけでなくインボイスのための経費もめちゃくちゃかかるという。なんで政治活動だけは無税なんだ。おかしすぎるだろ。岸田曰く増税が目的ではなく結果としての増税とのこと。増税じゃないか。結果としての増収だから増税ではないとは。トンチじゃないんだから。インボイスは消費税増税への布石。経団連と財務省はとにかく消費税増税がしたい。岸田と岸田を操っている人間は消費税を上げて法人税を引き下げたい。個人事業主が増税されれば消費者にも少なからず影響がある。自分は関係ないと思っている人は考えを改めた方がいい。インボイスで廃業者やリストラが多数出ると思うが何も対策はない。岸田は弱者には一切興味がない。政治家としての資格がない。どうしても増税が必要であれば政治や宗教にメスを入れる必要があるのでは。岸田と財務省は弱者から絞り取ることしか考えていない。弱者は反抗しないから。自分たちは脱税し放題なのに国民には1円から税金を絞り取る。岸田と自民党はどの口で国民に納税をしろと言っているのか。経理の負担が多すぎる。ただでさえ事務職の給料は低いのに。いちいち領収書を確認して。インボイス出ないなら相手にも確認して。政治家様にお金を渡すために国民の負担ばかりが大きくなっている。岸田は丁寧な説明を続けていくと言っているが、きちんとした説明などしたことがない。岸田と自民党がやるのは増税だけ。減税をして景気を良くすることはできない。国民から絞り取ることしか考えられない人間による政治は終わりにしないといけない。国民が潤い経済が回れば税収も増えるのに、今の政治家はそれができない。日本の文化であるアニメとか漫画への影響もめちゃくちゃありそうだな。現状でも日本のアニメーターはギリギリだとよく耳にするが、立場も弱いだろうからインボイス登録は強制されるだろうな。増税されても企業からもらえる金額は同じ。立場が弱く訴えることもできない。言葉遊びはしなくていい。零細企業、個人企業からすれば完全な増税。しかも立場の弱い者に強制する。弱い者いじめ。例えばトリガー条項は国民が混乱するからと検討に検討を重ねている。インボイス制度は国民は大混乱している。とんでもない矛盾だよね。インボイス制度、少子化支援金、どうにかして増税したいとそればっかり。非力で耐えながら生きてる免税事業者から残りカスまで絞り取る増税。政治家と富裕層だけはざる方で徴収の逃げ道確保しておいて。インボイス制度やマイナンバーで庶民からの徴収は厳しく囲い込む。なんでこんなことが通ってしまうのか。日本国民は本当に奴隷気質が強すぎる。